止める必要ないですからね、止めなくてもいいですから、なんとなくこうクックックッ自分の中でリズムを作っていいですよ。こう押して押して押してみたいな、それかまあ押して押してでもいいですから、1,2で3で離れる感じ、1,2,3、まあ、1,2,3,4でもいいですけどね、1,2,3、そうそう、そんな感じで瞬間的にいくでしょ。これがスムーズにできるようになるとすごくね楽になると、指も痛くないと思います。そんなに一気にズーンってやるのとね、一気にやるのはね、一気にグーッとこうズーンとかかってきちゃいます。ちょっとだけ止めるとグーッてなるわけですよね。指先からずっとこうつながるこのね、関節がちゃんと伸びてると楽なんですよ。これが変な形になってたりとかこう曲がってたりすると、この曲がってる関節を支えるために筋肉が緊張してないとダメなんで、グッとその分で疲れちゃうんですよね。視圧でこうずっとこう効かせる場合っていうのはなるべくこうカシャッとこう伸びてる方がいいです。でそれであとは体重をこうかけていく、ズンズンズンです、ズンズンズンスーっていう感じ。ここね、入れて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 1,2,3,4,1,2,3、一気にグーってやるとこう4,0いかないんですよ。これスローモーションでやると入れてで止まってるんですよ、一回ちょんで入れて入れてみたいなね、止まってないんですけど、ちょっと一瞬だけ本当コンマ何秒でこうブーンピタブーンピタでブーンってこう入ってる感じ。一気にやるとブーンブーン